腹減った。腹減った。いやーでもこれどうなんだろうね。俺昨日さ動画見たんだよ。見てなかったから。これ朝比奈エミリーが俺のことを脅迫してたみたいな。でもあれじゃちょっときつくねえか。被害届出しても被害届出せないんじゃねえかなあれ。結局情報提供だけになっちゃう気がするけどな、あるぐらいだったら。うん。あと情報が少なすぎる。一応5、6件来たけど、なんか子供の遊びみたいな件しかないから、これちょっと厳しいんじゃない？いけるかだって。うん。殺害予告になるのかあれ。あの動画見たけどなんか殺害予告してなかったような気がするんだけど、俺。うん、どうなんだろうね。まあ一応ねアイテムいっぱいいただいたんで一応約束は守ろうかなと思ってあの名前とか住所とか本当なのあれね。名前と住所が送られてきたんだけどあれ本名と住所なのあれ。3人ぐらいが送られてきたけど、うん、いやバンになってないんだよそれが。それを通報したんだけど運営が全然バンにする気配がなくてマジで。全然その気配がないんだよ。今日あたり帰ってくるかもね、返答が。そろそろ。ラーメン食ってから行こうかな。あの警察署の近くにうまいラーメン屋があるんだよ。なかなか遠いからね食う機会がないけど。反社の名前なんか出してたか？俺聞いたけど出してなかったんだけど。出してたかね反社の名前なんて。なんか反社言うけどなんか俺昨日聞いたけど反社の名前なんか一切出してなかった気がするんだけど、うん、逆に君たちがあの虚言じゃないですよね。朝比奈さんも虚言だけど、見てるあなたたちも虚言を映ったとか出してないでしょ。反社の名前出してないと思ってたな、あの動画って、動画録画用意してない。だから携帯で見せりゃいいじゃん。なんか用意とかしなくちゃいけないの？用意しないんだけど、そういうの。なんて出してるんじゃん。俺全然分かんなかったんだけど、聞いてて。何の動画見、なんだっけ、杖を折るみたいなやつ。杖を折るみたいなね。なんかもっとちゃんと用意した。いや、用意とかめんどくさくない？じゃあ誰か用意してよ。じゃあ CDR とかで。じゃあやめるよ、今日。いいよ、別にやめても。じゃあそれ用意して、誰かが用意して俺の家に送ってよ。だってめんどくさいもん。いや、これでいいんだったら行くけど、別に。だって携帯で動画を見せることはできるんだよ、警察に。で URL でも教えてくればいい話なんじゃないの？この動画です残ってるんだから。時間が取られるの嫌なんだよね。2、3時間とかかかりそうじゃん。下手したら5時間とか取り調べみたいになって。そう、なんか自分の時間がね、この朝比奈エミリのこのために使われて、何もね、被害届とかそういうのね、何もなかったら完全に時間の無駄で終わるのが嫌なんだよ。自分の時間をさね、この件のために何時間も取られちゃうとね、今日一日何もできないじゃん。ね、パチンコも行けないし。いや、なんかすげえ長文来てたんだけど、何あれ、やっぱ頭おかしいな、あの人。俺よく知らないけどね、すごい長文の LINE が来てた。もう読むのめんどくさくなるぐらいの長文の LINE が来てた。すげえ。もう読まなかったけど、めんどくさいから。巻物、何巻物って。まあ一応ね行っちゃったからね、警察行くって行くだけ行ってみるよ。まあ、それは嘘ついたら俺の今後に響くって、ね、信頼の問題もあるしね、俺とリスナーの信頼問題だからね。ダメだったら次の、ね、被害者にバトンを託せばいい話だ。俺はもうここまでだよ、できるのは。今後もあるでしょ絶対、あいつ初見なんだから。前回ハルさんもめっちゃ LINE 来て、なんか私朝比奈のおかげで悔しい思いしましたみたいな、絶対被害届出してくださいとか言われたもん、ハルさんから。ハルさんとなんか因縁があるんでしょ、わかんないけど、ハルさんから結構 LINE 来て長文の、あ、それは目を通したけど。ダメなこと考えるよ。いやーどうだろうねこれ。まあ一応多分あの刑事いるから、 N 刑事が多分いるからいると思うんだよね、出払ってなければ。俺を取り調べ担当した N 刑事がいるから、その人に繋いでもらおうかなと思って。ネットのこととかいろいろ教えたからさ、取り調べってインターネットのことすごい詳しくなった。いなかったら結構きついかもね。あと転勤とかしてたらもう1年半ぐらい前だからね。今までの暴行動画、いやあんなのだって別に意味ないでしょ、持ってたところで。自分じゃないから暴行されたのに。開始でも30分で終わるけどね。ただ一応ね行きますよっていう。殺害予告なんかしてたかな、殺しますよとか言ってたかな。まあ LINE だな、殺しちゃいたくなるよねみたいな言ってたけど。何分何秒とかで教えてくれたら助かるんだけど、あの動画見せるとして、ああもう面倒くさいなこいつ。行くなら行ってほしかったよ。もう生きていけなくすよね、そんなこと言ってたっけ。整理したから、いや整理しなくても動画見せりゃいい話じゃん、整理しなくたって。全部合わせても 10分ちょいの動画でしょ。2つ動画ねリスナーから提供してもらったけど、10分で済むわけ。俺が昨日ね貴重な15分ぐらい使って8分の動画と5分の動画見たけど、そこまでなんかあんま言ってなかった気がするんだよな、お前ら騒ぐほどぐらいには。あとボコボコにするとは言ったけどね。これ逮捕はないでしょ多分。こんなで逮捕される案件なのかね、これ。脅迫。殺害予告は無理だと思うんだよ。何時何分とか告知してないから。まあ、脅迫だろうな、もし持っていけるんだったら。で、あと、まあそうな、その履歴も全部消してんじゃないの、朝比奈エミリって人は。全部消してんじゃないの、なんか、そういうの。証拠隠滅のために。で、あと、来たの、なんか、岸本組本当なんですよ。それは情報提供してもいいの。なんか、重要情報が来てて、岸本組の孫って放送で公言したんで、神戸の調べたんだけど、本当にあった岸本組っていうなんか団体が、さあ本当だよ岸本組って。殴られて、杖を折られてね、ボコボコにされたんだ。わっと怖いよ。本当かどうかは別としてね。まあ多分この人はその虚言が多いし、なんか俺があたかも嫌がらせをしてこうやって殺すみたいな発言してますけど、俺何も話題とか出したことないんですけどって言おうかなと思って。だって何も俺朝比奈エミリの話題なんかここ1年間出してたかよ。関わりたくないとは言ってたけど、立ち悪いから。すごいからなんかね、ストーカーされたから嫌がらせされたとかさ、誹謗中傷されたから、ね、こんなこと言いましたとか、殺したくなっちゃうでしょとか。感謝の名前、朝比奈さんは多分この動画見れないから、ブロックしてた、ブロック。多分気になってしょうがないんじゃない？多分どこも見られてないし、タヌキ見ながら震えてんじゃねえか、どんな状況なのかなって。何個も端末持ってるからね。あ、そうなんだ。相談してから警察がどう判断するかじゃないの、分かんないけど、被害届出せるのかな、誰とかどんな状況でも、あ、出せないと思うんだよ。されたらあれでしょ、書類送検とかそっち系じゃない。行動だとか、そんなの見せたところで大事だ。だってそこまでね、あれかなと思う。本当に襲われるかもしれないからね、その危険性はあるよ、あんなこと言ってんの。これはやったらいいですよね。だってそんな寒くない。被害届は警察の見解を聞いてたりするわ。だってそうじゃん。警察がこれはちょっと厳しいですねって言われたら出してもしょうがねえじゃん。これはちょっといけますみたいな感じになったら出せばいいじゃん。それは相談には持ってくれるんじゃない。ワッチも動かないからな、全然今回の件で。被害届出せば分かんない。それは分かんないね。いや、時間かかるのが嫌だな。時間かかるのが嫌なんだよ、本当に。いや、動画2つしか、あと動画2つと LINE だけでいいんでしょ。俺にやられたらそれだけだから、この3つだけ見せる。で、あとはこの人は虚言癖で、ね、あることないこと言ってこうやって反射出しながら脅迫してきます。3つ、一応動画2つとあと LINE1 個、これ見せてどうなるか。頭おかしいからね、何するか分かんねえじゃん。だってすごいよ、上層の端っこだもん警察署。10キロぐらいある、ここから家から10キロぐらい。そうだった、シナさんって人もなんかやられたんだ、朝比奈に。あ、でも相談だけで終わっちゃうと思うけどな。多分まあ行くことは行くよ。まあ、今向かってるからね。ラーメン行ってラーメン屋では放送できないから切るけどね、放送ね。反社会出してたかな。まあ一応聞いてもらえば分かるから、警察が判断すればいいんだろうな。その動画を警察に見せて、それ警察が反社会の名前を出してるって言ったら確定だから。あ、ガソリン代が出す。ありがとうございます。匿名さんです。ありがとうございます。ご挨拶ありがとう。反社の名前なんか出してたらな。名前出してたら熱いけどね。俺が聞いた感じなら反社の名前一言も出してなかったけど、なんか聞き取れない言葉が何回かあったけど、許されたとかさ、被害届出した時点から分かんないでしょ。許されたら花火流すよね。追い詰められたらね、いいけど、追い詰められない可能性が高いですよ。だからみんなに過度の期待はさせたくないから、今こうやって枠開けて説明してるわけ。多分ね、みんな期待してると思うんだけど、多分ね7割ぐらいは相談だけで終わると思う。ワンチャン3割被害届出せるかもしれない。それぐらいだ、それぐらいの気持ちでいてほしい。まあ、夜また枠取るけど、明日大掃除なんだよね。明日大掃除あるから早く寝ないと。今日は明日起きるから、俺の部屋掃除するから。桜大生は部屋きれいにしてからだな。やりたいけど明日もあるし、桜大生やりたいけどね。警察休みじゃないや、警察24時間でしょ。よつさんありがとう。ガソリン代の足しにしてありがとうございます。匿名さん6個ありがとうございます。5個1個ラーメン食えるわ。俺のラーメン上層警察署までです。上層警察署まで。じゃあこれ下妻警察署と上層警察署多分同じぐらいの距離だからね。本当の端っこだから。つくばみらい市と上層市の境界、もう本当にすぐ行ったらつくばみらい市だから。いや、俺は茨城県に住んでますけど、都会で猫の暮らしなんてないです。お金ないんで。石田さん歩いてないでしょ。でもこの近くだよ。もう5キロ圏内だと思う、石田さん家はここから。まあ、住所割れてないからどこだかわかんないけど。これ三街道駅だもん。この先も1キロぐらい行ったら。この近くに歩いてる人に石田さん家どこですかって言ったら教えてくれそうな気もするけどね。近所だから。涙まやまやかな。だから京都もドキの世界に女はダメだね。女はいらない。そんな、まあ麻雀自体は面白いよね。闇麻雀。やっぱね、ギャンブルの世界に女はいらないでしょ。囲いなんていねえわ。いやでもあんだけ強烈なアンチがたくさんいるんだったらいると思うよ。そこはね、光と闇と一緒でこう相反するものがいるから。絶対ユイガだってそうじゃん。あんだけアンチいっぱいで囲いもたくさんいるじゃん。朝比奈もそうやと思うよ。バクソもそうじゃん。バクソもアンチがいっぱいいるけど囲いもたくさんいるじゃん。俺あんま朝比奈の放送とか見たことないけど、ほぼ逆にあんまどういう人か知らないからね。朝比奈に対して悪口とか俺言わないし。ただね、周りのさ、朝比奈の関わってる人で朝比奈はなんかもうやばいみたいになったから、俺関わりたくねえ。ただそう言っただけで、忘年会もね、出禁にしたけど。ニュイさんっていうのもやばい。分かんない。1回しか会ったことない。脅迫された、まあそれでいきますね、今から。2年間粘着された、いや、刺して2年間っていうかさ、知り合ってまだ2年も経ってないんじゃない？分かんないけど。最後に会ったのが去年の9月だからね、多分鮫島の時に、鮫島で捕まったじゃん、あの時だからね。朝比奈をなめるなよ、必ずお前に制裁加えると。全然いいけど。制裁制裁言うけど、あの人が制裁を加えたことあるの今まで。同じ道走ってないですよ。もうそろそろ着きます。ラーメン食ってから行くから。こう右曲がって500、あ、1キロぐらいか。こう1キロぐらい走ったら警察署。あ、ミュウツーも囲いなんだ朝比奈。どうが好きだか聞いてみないとな、忘年会と。なんであんなの囲ってんの。いや俺ね、この先のなんか豚骨醤油が好きなんですよ、ラーメン屋。こんだけ遠いと行きたいんだけど、こんだけ遠いと行きなくなるでしょ。だからこういう機会がないとここのラーメン屋食いに行けないんだよ。東京の帰りとかじゃない。豚骨醤油こってりに入る。豚骨醤油で麺固め、油の量多め、スープの濃さ濃いみたいにしてる。いや終わってから食べて、いつ食べれるか分かんねえからだよ。何時間もかかるでしょ。やだよ、朝から何にも食ってないんだよ俺。終わってから食べようって俺に死ねって言う。これから下手したら夜12時とかかかるかもしれないんだよ。それを今からやろうとしてるわけだ。下手したら半日とかありえるからね。これ大変だってなって、事件性になってた。これが今回の結果。ラーメン代です。ぶちこり、いやー、だからそれは期待しないでください。さっきも言ったように7割は無理だと思って、だから期待しちゃうでしょ。だから枠開けて、あんな期待しないでくださいって言ったらと。ありがとうございます。ニコンラーメンラージャス3分で終わったらそれでいいじゃん。俺は一応行ったから、3分で終わればもうすぐ報告する。ラーメン食べたいからな。あれラーメン屋過ぎた、ラーメン屋過ぎてるなこれ。どっか U ターン車になるか。ラーメン屋過ぎてるなこれ。あの右側の四角い建物もあるでしょ、あれが上層警察署で。俺は勾留されてるから。できたばっかなのかな。金梅さんの閲覧なんかあったの？豊内さんいらっしゃる。金梅さんが閲覧どうしたの？なんかあったの？金梅さん昨日絶好調だったじゃん。昨日閲覧900とか1000ぐらいいってたよ。やっぱさすが金梅さんだなと思ってさ。200はないでしょさすが。ちょっとやめて、そういう嘘つくの。事故るからやめてよね。腹がよじれて事故りそうだからやめて、200とか嘘つくの。本当やめてほしい。金梅が閲覧200とかやめてよ。やめてこれが上層警察署や。ほら書いてあるでしょ、上層警察署って。まあでももう俺終わるからさ、もうちょいしたらラーメン食うから。ラーメン、あ、メンテ明けっていうのもあるんだ。メンテ明けだと結構閲覧上がるもんね。ニコ生とかもそうだもん。これやってなくない？潰れたかこれ。カーテン閉まってんだけど。12月のお休みは5月12日、あ、違う、5、12、19、26って当てはまってるね。潰れたのかな。これ何日なんだろう。今月の12月のお休みは5日、12、19、26って今日何日？今日12だっけ？潰れて。うわー、ちょうど休みの日だこれ。週1の。うわー、せっかく来たのに無理か。ここどこで食うかな。ここ無理か。ここ食えないじゃどうしようかな。どっかいいラーメンあるかな。なんか通り道あった気もするけど。結婚する？いやー、結婚はしないだろ。できないだろ結婚とか。まずコステの動画に結婚とかまだ見逃してたんだからね。今子供さ施設にやってんのかな。ラーメン江戸味噌だ。やってそうだな。赤いついてるな。これか。うまいのかな。初めて来たけど。テラッとだね。江戸味噌ラーメンテラッと。熊谷、いや熊谷とか知らないんだけど、ここら辺ないです、そういうな。熊谷ってあんの？調べてみるか。やってんのかな。だいたいラーメンやって閉まるじゃん、14時ぐらい、14時ぐらいで、まあ、ここはやってるけど。熊谷閉まるって、うん、やっぱ閉まっちゃう。熊谷2時半までっぽい。ここから2キロもある。ここでいいや。いやー、今日俺2時間ぐらいでなと思ってんだよね。髪とひげ剃りに来たよ。髪切りに来たやん。配信許可取る？いやダメでしょ。配信許可取ってもいたずら電話するやついるから。風呂入ってないよ。あ、昨日入ったけどね。昨日入りましたね。イベントダメならボート、いやそんなこと言ってないですね。今回は鼻だいぶ治りましたね。まだちょっとまだあれだけど腫れてるけど少し。殺されるから助けて。いや一応その脅迫受けてる動画、脅迫受けてますみたいなのは言うけど、ちゃんとみんなに伝えたいのは過度な期待をしないでほしい。多分今回は相談だけで終わると思う。君たちはどれぐらいの確率でね、いけると思ってるの？書類送検とか逮捕まで。多分2割ぐらいだと思うよ。2割ぐらい。パーセンテージで言ったら。命の危険があること、まあだから一応ね、そのね殴るとか杖を折るとかね、そういうのを言ってるから、まあ、それをちゃんと警察署の人に言う。警察の担当の人も遊びだと思うか本気だと思うか、それはねその人次第だからね。告訴状知らない。告訴なんか、いや告訴じゃなくて被害届でしょ。告訴状って民事じゃないんですよ。まあ刑事だから、刑事事件だから、脅迫だから。ふわっちはバンにしないんですよ全然。上さん見てます。これいい加減バンにしてくださいよ。もしこれでね被害届が受理なんかされてみてくださいよ、運営さんね。その動画が流れてるにかかわらずバンにしなかった運営さんの責任になるんですか？本当に早め早めに動いてくださいよ、もう運営さんマジで。そうでしょ。だってここでもし俺が本当にこのね動画とか見せて、もしそれがね、受理されたらふわっち運営はさ犯罪をね、バンにしないで見逃しだってことですからね、これ。別に喧嘩売るわけじゃないですけどね。うん、そうでしょ。なんか俺は別にそれは本当はそうだと思う。マジで。うん、だから今からでも遅くないから、バンにしてほしいですよね。そうすれば、あの人も少しは反省すると思うんだよ。バンにしないから、ああやってなんかね、調子に乗るからさ、ね、虚言吐いてさ。ありだすね。5個ありだす。特命さん5個ありだす。早く行きますよ。だからこの後ちょっとラーメン食ってから。ジュリー無理なよっさんが動いてくれただけでありがたいです。ああ、いや、こちらこそ大花火ありがとうございます。大花火ありがとう。いや、本当は昨日行くつもりだったんだ。ああ、5個ありだす。なんだこれ、新しいアイテムかこれ。5時までは行こう。いやー、15時までは行けんじゃない？ 15 時過ぎぐらいまでご飯食べていくわけだから。ユイガが脅迫したんですか？いや、ユイガさんは脅迫してるな。朝比奈あいみりって人が反社の名前をちらつかせて、なんか杖折るとか殴るとか言ってるから。よっさんせいろ、ああ出す。匿名さん花火あ出す。じゃあ後で確認します。ああ、おはスターマインあれ出す。匿名さんあれ出す。スターマイン頑張ってありがとうございます。頑張るのは、頑張るというか、俺はただその情報を持っていくだけだからね。ただそれだけだから、やるだけは、やりますよ。ちゃんと皆さんとの約束なんで。スターマイン高いですよ。4000円ぐらい。そう、朝比奈キムチビール、ああ、なんか書いてあったな。全然読んでないけど、キムチビールさんがどうたらこうたらって。警察からのダイナムに行きたいけど、そんな早く終わるのかって話なんだよ。うん、そんな早く終わるのかよ。絶対終わんないと思うんだけど。行くなら行ける。だからもう行けた。あと6分で終わるだよ。あと5分で終わるから。もう延長してないから。いやー、だからもし俺のツイッターが更新されなければ激アツと思っていいよ。だってそうじゃん。だけど1時間とか30分とかにねで出てこれたら激寒、と思っていい。だからツイッターの更新が遅ければ遅いほど激アツ、そうすぐ更新するから。終わったら終わりました、終わりましたっつって。だ更新がだから3時以降更新が遅ければ遅いほど激アツだから。金保留だから。緑保留、赤保留、金保留って2時間ごとに高まっていくから、期待感が。でも半日なんか交流じゃねえや、半日なんかね事情聴取されてたらもうあれだよ、レインボーだよ、確定になっちゃうから。12時間もずっと聴取されてたら。いや、俺がなんでお縄なんだよ。おかしいだろ。なんで俺がね事情聴取って俺がお縄にならなくちゃいけないの。でも24時間更新がなかったら俺が逆にねミイラ取りがミイラになってお縄になってる可能性あるけどいや、それはないでしょ。それはないと思うけど。まあどうなるかはねちょっと分かりません。ただちょっとね、これだけはちょっと皆さんにね伝えておきたいんですけど、多分7割8割は相談で終わると思う。相談で終わると思います。ただやるだけはちょっとやらないと。あの人もこれでちょっとは懲りたらいいんだけどね。やることにこう意義があると思うから。俺もやんないと。だってまたね調子に乗り始めるじゃん、どん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 。いろんな人にさイチャモンつけるじゃん。あの人何もされてないのに、自分が何も嫌なことされてないのにいろんな人にイチャモンつけるわけじゃん。ああやって俺なんか別に何もしてないでしょ。そんな話題なんかさ出したことないよ全然。ほぼってことはないけどさ、こんな粘着とかストーカーとかさ、してないからね。今回だっていきなり言われたりびっくりしたもんだって。みんな動画貼っててさ、なんかね、殴るとか杖折るとかさ、なんか変なことばっか言っててさ。売名したら、いやもう売名とかじゃないでしょ、あれは。やっぱどっかもう頭が病気なんだって、多分。どっかやっぱおかしいんだよ。出してこいっていうか、出せるかどうかもまだ分かんないからね。警察にこれを見せて相談してどうなるかって、多分警察も行けるんだったら行けるってなるでしょ、多分。まあ殺したくなる気持ち分かるよねっていうのもあるから、一応それもスクリーンショット撮ったから消されてもいいよ、全部。あの住所は本当なの？もう最後に聞くけど、あの名前とね、イニシャル SO とドラマのガリレオ見たことある人いる？それ本当なの？ドラマのガリレオ面白いよね。とあとイニシャルが SO は本当なの？ガリレオ大好きなんだよ。イニシャルあってん、じゃあそれも一応見せるか。じゃあ一応バレてんだったらこういう人ですみたいな。杖折る、足も折る、まあそんな声でね。怖いって雰囲気出せよ。まあ怖いっていうか、まあ一応店をこういうのがあったんで怖いですっつって、まあ、本当に来るのか分かんないからちょっと相談しに来ましたっつって。ニヤニヤしないよ。ニヤニヤしてたらだってさ、遊び半分なんでしょって言われちゃう。花火来てた、マジで本当だ。ああ、あれだす、花火。あ、ちょっと流れちゃったかな。匿名さんかな、ありがとうございます。ありがとうございます。匿名さん、花火。ありがとうございます。お疲れ様でした。いや、真面目にやりますよ、ちゃんと。真面目にやります。担当